アントニー・イン・ベチュバーシュ、またはアントニン・ベクバルは主にスロバキアで活躍したチェコ人の天文学者、気象学者。20世紀中頃に水星探索で重宝された製ズアトラスチェリー、スカーレスネート・プレッソ、通称ベクバル製ズで知られる。アントニー・イン・ベチュバーシュは1910年6月10日にオーストリア・ハンガリー帝国のスターラ・ボレスラブに生まれた。彼は カレル大学理学部で学び、1934年に気象学の学位論文で学業を終え、自然科学の博士号を取得した。ベチュバーシュは子供の頃から健康に問題があり、研究者としての業績は彼の健康状態が安定していた30年余りの期間に集中している。1937年からスロバキアのハイタトラス地方のシトルブスケープレソで、 気候学者として働いた。1938年のミュンヘン会談の後、スロバキアにあった、チェコスロバキア天体物理学観測所が閉鎖されると、彼はそこにあった 600mm 反射望遠鏡のスカルナテプレソへの移設を、チェコスロバキア政府に訴えて実現させ、1941年から1943年にかけて新たな天文台建設を指揮し、 そこの初代所長を1943年から1950年まで務めた。スカルナテ・プレソの天文台は戦後のチェコスロバキアで唯一の鉱山の天文台となり、またヨーロッパでも標高の高い天文台の一つとなった。彼はそこで太陽と惑星間物質に関する観測の伝統を築いた。彼は1940年にブラチスラバに スロバキア大学自然科学部が設立された当初から、そこで天文学を教え、1944年に、フズに天文学協会が設立されると、初代会長となった。1951年に、スカルナテプレソ天文台から退くと、ブランディーズなどロビムに戻り、観測所を修復し、また、製図の制作に取り掛かった。タトラスに滞在中、彼は、 写真術を学び、雲の研究を始めた。彼の勤勉で、系統的な研究成果は、1953年に、観光された、アトラス・オブ・マウンテン・クラウズに結実された。彼の関心の面く先は、多岐にわたり、飛行学に身を捧げ、写真を愛好し、バイオリンやピアノをたしなみ、また熱心な旅行者で山岳の愛好者でもあった。1948年には、 ハイタトラスのカラフルな出版物を刊行している。1965年1月10日にブランディーズなどロビムで死去。チェコ出身で当時最も巧妙な天文学者であったズデネク・コパルはネイチャー誌にベチュバー書の死によってチェコスロバキアの天文学者は最も著名な仲間の一人を、そして星図製図制作の第一人者を失ったと始まる追悼記事を寄稿した。 ベチュバーシュは太陽の細胞や水星、隕石に関する系統的な研究を残しており、1942年と1947年には水星を発見、1945年には小熊座流星群の詳細な観測を指揮している。彼はまた流星天文学や水文学に多くの著作を残している。彼の最も目覚ましい研究成果は、 独自のコンセプトに基づいた、アトラスチェリスカーレスネートプレッソ、アトラスエクリプタコロス、アトラスボリアレス、アトラスオーストラリスの4つの星図である。これらは20世紀中頃では最も現代的であり、遠く海外の天文家の間でも長く重宝された。一方で、1951年のアトラスチェリ、スカーレスネートプレッソに記載された構成の名称の一部には、疑念が持たれている。 パウル・クーニッチは、アトラス・チェリス・カーレスネート・プレッソの子有名のうち14が消失であり、そのうち12は、ギリシャ語、アラビア語、ラテン語のいずれの言語との関連性も見られない、としている。クーニッチは15年にわたってこの呼び名の由来を、探り続けたが、過去の、いかなる言語とのつながりも見つけることができず、1965年に、ベチュバーシュが他界したため、真相は藪の中である。 1996年に刊行されたプラハプラネタリウムのブックネットでは、これらの名称はいかなるギリシア、ラテン、アラビアの文献にもよらない全く恣意的な命名であったとされている。このような経緯がありながらも、国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループは14のうちの夏の構成に対して、 ベチュバー氏が独自に名付けた名称を、恒星の固有名として、正式に認定している14のうち2つに関しては、語源が推定されている。ウシカイザガンマ製ハリスは、ウシカイザカーアクトゥルスのアラブ名ハラスアルシュマルから、カシオペアザイプシロン製セギンはそのウシカイザガンマ製、セジナスからの可能性がある。月の裏側にあるクレーターベクアールは、1970年に、 彼の業績を記念して命名されたものである。また、1982年にクレチテン問題で発見された小惑星番号4567の小惑星、ベクワールは彼を記念したものである。ありがとうございます。